古町門古町門は福井県入宮越前町なしが平らにある歴岸でできたホラー穴である。歴岸が自然の風と波の侵食作用を受けてできたホラー穴は高さが約15メートル、幅は約30メートルある。1958年の福井県道6号福井4が裏線開通時に当時の羽森一知事が渡り鳥を呼ぶ門として 古町門と名付けた。以後、1970年の国道305号格上げを経て、2002年3月の古町門トンネル開通までの間、国道では全国唯一の天然トンネルとして知られていた。現在では古町門をくぐる国道だった道は、指定を外れて遊歩道となっている。古町門トンネル古町門は越前海岸の波風にさらされていることから、 岩の風化とそれに伴う小規模な崩落が頻発していた。当初は道路にロックシェードをかぶせて対処していたが、それでもなお崩落の危険があるため、現地を山側に迂回する古町門トンネルを建設し、2002年3月23日に開通した。その後、古町門の北側は道路跡地に環境省と福井県が越前加賀海岸国定公園古町を門園地として、 遊歩道を整備した。同時にロックシェードを撤去している。南側は鳥噴水道も含めて道路跡が残っているが立ち入り禁止になっている。なお、古町門直下には細かな岩が崩落していて大変危険である。古町門本体にも金網をかぶせて崩落を防いでいる。ありがとうございます。